しています。はい、今日のニュースプレゼンター時事芸人プチ鹿島さんです。こんにちは。お願いします。吉野復興大臣岩手県訪問、はい、まずは今村前大臣の発言、謝罪するのが初仕事だそうなんですよね。もうそれがまだ仕事になってて、何をやってるんだそれをちょっと調べてみたんですが、はい、まあ、そうでしょうね。それが仕事になっちゃってるわけですね。最初の仕事がね、他のやるべきことは何をやってるんだろうという不思議な、まあ、ところなんで、はい、まあ、ちょっとおさらいすると、吉野大臣は今日県庁で達の知事に会い、前復興大臣の初のお詫びしたい、校長が失った信頼を回復していきたいと頭を下げました、はい、で、これに対して達の知事は被災地の現状と向き合って復興を進めていメッセージを受け止めると応じたということなんですよね、はい、で、この復興庁をどんな省庁なのか気になりますので、はい、調べてみました、これはですね、復興の司令塔として2012年2月10日に発足しました、はい、で、実はこれですね、支援省庁期間を区切って、まあ、存在している省庁なんですね。2021年3月末までには廃止されるんです。それまでにはもう集中的に復興機関を育てて、まあ、復興事業を進めようというところなんですね。で、職員は約530人、で、大半は他の省庁からの出向で、支援省庁だけにオフィスはビル一室なんです。赤坂にあるんですよ。だから、この10年